はようございます。先日は佐々木浄土さんにお越しいただいて座禅の講義と実習をしていただきました。はじめに浄土さんは最近ご自身の使命に目覚められたということを話してくださいました。その使命を表した言葉というのが、神様仏様が私たちの心中、体の中に鎮座され、私たちは常にその光と恵みを全身に受けています。この身を神仏の身と思い定めて大切に愛し敬い、常に腰を立て起こして正心端座しましょう。正心端座というのは身を正しくしてまっすぐ座るということであります。素晴らしく崇高な使命感であります。まずこの言葉に感動いたしました。浄土さんは東京大学で哲学を学び、さらに京都大学の大学院で心理学を専攻され、その後出家されて京都の僧堂で修行し、今は大阪のお寺の住職をなさっております。住職をなさっているとはいえ、いわゆるお檀家のないお寺だそうで、文字通り座禅一筋に生きておられるのであります。浄土さんの問題意識というのはどのようなものであったか、これについてはあの藤田一生さんの現代座禅講義という書物の中で一生さんと次のように語り合っておられます。一生さんが、浄土さんの基本的な問題意識というのは、釈尊が菩提樹の下で行ったのはどのような座禅だったのかというところにあるようですね。実は私もそれがずっと念頭にあって、これまで3級を続けてきたものですから、思いがけず動詞を見つけた気がしてすごく嬉しくなりましたと語られて、それに対して浄土さんが、はい、そうなんですと。ですが釈尊の下座禅がどのようなものだったのか、本当のところは誰にもわからないものだと思います。ですので、それをあれこれと詮索するよりも、人間の原点に立ち返って探求していくのが良いと思うようになってきました。人間が座るとはどのようなことなのかという探求の過程で、釈尊自身も何か特別のことをやろうと努力したのではなくて、例えば呼吸にしても特別な呼吸法を実践したというよりも、人間本来の平常そのものの呼吸を本当に探求し実践し続けたのではないかと思うようになってきましたと答えられています。さらに浄土さんは京都の僧堂で修行なさったのですが、そこで大きな疑問を抱かれるようになりました。それはどういうものであるかと言いますと、その頃の私はいわば気をつけの姿勢みたいな座禅をしていました。背筋を伸ばすということを強く意識して、おへその裏側あたりを前へ押し出すような感じで腰がぐっと反るような姿勢、それが腰を入れることだと思って5年ほどやりました。そうやっていると腰がシャキッとした感じがしますし、いかにも自分は頑張って座ってるぞという気持ちがして、それなりの充実感も感じるわけです。しかしそういう座り方で1日十何時間、それを1週間もやり続けると当然のことですが、肩は凝るし息も浅くなってくるわけです。これはやっぱりおかしいんじゃないか、長くやると肩が凝ったり呼吸が浅くなるような座り方というのはどこかがおかしい、こういうのが最初の頃にしていた座禅で起こってきた体の違和感ですねと。それから俺は頑張ってるんだと、不自然なこと不必要なことを無理して頑張っていて、そこに充実感を感じるというのもやっぱりおかしいんじゃないかと思えてきたのです。ちなみにこれは私だけの問題でなく、大抵の座禅の初心者はそういう座り方をするんですね。つまり腰の後ろをぐっと前へ突き出し、腰を反らせて肩を怒らせて、いわゆる気をつけの姿勢のような座禅、こういうやり方でも週に1回1時間ぐらいの程度なら体に問題は起きないでしょうけれども、それを長時間頻繁にやると体に無理が出てきます。
そういうふうに体に無理をかけるような仕方でがむしゃらに頑張るのは本当の座禅ではないのではないかと思うようになったんです。というこういうことなのであります。これなども私も最もだとこう共感するんであります。私などはひたすらそういうことを自分の気力と体力に任せてそのように気張ってひたすら修行を続けてきました。ところが私も問題を感じるようになってきたのは50歳に手の届くようになった頃からでありました。これやはり体力的な衰えは隠すことができなくなってきたのです、でした。これからの座禅は一体どのようにしたらいいのか模索していました。あの道元禅師にしても53歳でお亡くなりになっているのですから、それ以後のことはこれ参考になりません。そうこうしているうちに藤田一生さんや佐々木浄土さんとご縁ができて、私自身がさらに深く座禅を探求するようになってきたのでありました。浄土さんは現代座禅講義の中でこのようにも語っておられます。私自身が最初の頃そのような無理のある座禅を指導していたのです。それこそへその裏側あたりを手でドンとついたり、計策と言われる長い棒で後ろからグッと押し付けてもっと腰を入れろと教えたりしてました。そうすると確かに猫背気味の人の背中がまっすぐになったりしますし、腰に緊張感みたいなものを感じますから、指導を受けている方もこれが正しい座禅の充実感だと思うので確かに効果はあるように見えるわけなんです。実はそれは錯覚というと言い過ぎかもしれませんが、本当にいいことなんだろうかと。正しい座禅というのはそれとはまた別のことじゃないのかという疑問を持つようになっていったんですというものでして、そこから浄土さんの探求が始まるのであります。それに対して一生さんは、その問題点を一言で言うと、意識で余計な造作をしている。意識で計らってこれこそが座禅だという勝手な基準に合わせて体や心をコントロールしようとしているそういうことになりますかと問われ、浄土さんは、はいと。ここまで述べてきた座禅は無自覚にこれが正しい方向だと思い込んでいるようなあり方の枠内で頑張って、実際は体に無理がかかり肩が凝ったり息が浅くなったりする、その無理を極端に長時間続けると体を壊してしまいますとこう答えています。そこで浄土さんはギリシャの彫刻に目をつけられました。フィディアスの彫刻に大いに啓発されたのでした。今回はさらにスフィンクスの像を用いて本来の腰の立ち方というのを学びました。私も一生さんに学び、浄土さんにも学んで、随分と座禅が新たになり、深くなりました。僧堂の修行僧たちもよく学んでくれております。私などはこの無理な力ずくの座禅を長年やってきて、ようやくこの頃、本当に腰が立つとはどういうことか、無理のない座禅を学ぶことができるようになりましたが、若い修行僧たちには私のような回り道をせずにまっすぐにこの正しい座禅を身につけてほしいと願っているのであります。本当に正しい座禅は体が悲鳴を上げるようなものでは決してないし、体が喜び常に腰を立てて痛いようになるわけです。座りたくなるようなものなのです。浄土さんの講義にはなんとあのお忙しい一生さんも駆けつけてくださって、お互いに学び合うことができました。あの講師の言葉をしみじみと思いました。学びて時にこれを習う、また楽しからずやと。学ぶことは極まりがないのであります。学ぶことによって新しい自己に出会います。これが楽しく喜びなのでございます。では今日も腰を立てて姿勢を整え呼吸を整えましょう。足で床をしっかりとこの踏みしめまして、大地に支えられていることを意識いたします。
そして足に力を入れて立ち上がるという気持ちで腰を5センチ10センチほどスーッと持ち上げていく。そしてストンと腰を下ろす。上体の力を抜きます。息を吸いながら肩を持ち上げ持ち上げていって吐くと同時にストンと下ろし、もう一度息を吸いながら吸いながら肩を持ち上げ持ち上げていって吐くと同時にストンと下ろして、最初一息口から強く息を吐き出します。もうその時にはお腹に溜まっている空気も胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまう気持ちで強く息を、と吐き出して口を閉じます。すると新鮮な空気が鼻からいっぱいにこう入ってきます。体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ありがたいなぁ、嬉しいなぁと思わず微笑みがこぼれてまいりまして、その後は静かにこの口を閉じて、鼻から出たり入ったりしている呼吸の様子を見つめて座りましょう。ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。